皆さんこんにちは。阿蘇医療センターだより第4回は病児病後児保育すずらんルームと小児科の外来についてお伝えします。それでは甲斐院長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、はい、病児病後児保育について詳しく教えてください。はい、わかりました。子どもさんがですね、病気をして療養中や回復期にあった子どもさんがいて、特に保護者お母さんだと思うんですが、やむを得ない事情で、お家で保育できない場合に、当院に一時的に預かる制度です。この阿蘇医療センターでは、阿蘇市から委託を受けて平成27年の10月から病児病後児保育、名前をすずらんルームと言いますが、それを開設しました。保育士の資格を持ったスタッフが対応しています。そのすずらんルームを利用するにはどうしたらいいですか？手順と言いますか？はい、まずはかかりつけ医の先生の診察を受けてください。でそこで病児病後児保育を利用したい方がいいと判断してもらった場合は、診療情報提供書、いわゆる紹介状ですね、それを記載してもらってください。で次に、当院に直接電話で連絡をしていただいて予約をしてください。予約は、利用希望日の前日、前の日の夕方6時までに行ってください。当日の朝からでも空きがあれば受け入れることがありますので、当院に連絡していただければと思います。で預ける際には、診療情報提供書、つまり紹介状と、それから利用申請書を提出してください。でそこでそれを見たスタッフが申請した内容やお子さんの状態を確認して、病児病後児保育が利用できるかどうかを最終判断をします。定員は今のところ最大2名までですので、先着順になることがあります。利用するときには印鑑や保険証、それから母子手帳を持ってきてください。利用料金は、ご覧のようになっています。もう一つ、お迎えのときにですね、利用料をお支払いください。利用期間は平日の朝8時から夕方の6時までです。延長はありませんので、お迎えの時間を必ずお守りください。生後6ヶ月から小学校6年生までが対象となっております。そうですね、まず朝の指針をしまして、調子が良ければですね、ゆっくりの絵本を読んだりなど積み木遊びをしたりなどして遊びますけれども、もうやっぱりちょっとどうしてもきついお子さんなどはですね、お布団を敷いて、もうなるべくゆっくり安静にですね過ごすようにするように心がけております。そうですね、やっぱり最初はどうしてももう初めてっていうところで不安が見られるんですけれども、やっぱ預けて何回か預けるうちにですね、もう預ける安心して過ごせるから安心しますっていうところとか、どうしても仕事を休めないっていう時にはとても助かりますっていう言葉をいただくことができております。はい、今回は病児病後児保育すずらんルームについて教えていただきましたが、ここ阿蘇医療センター、もちろん小児科もありますし、昨年の秋からはこの小児科に特殊外来が開設されたそうですね。それについてお話をしようと思います。まず当院には小児科で橋山氏が常勤医として勤務しています。働くお母さんのためにと橋山先生から申し出があって、一般外来は火曜日以外なんですが、夕方の6時15分まで、外来を行っています。特に仕事が終わって夕方お子さんを迎えに行った お母さんがですね、子どもさんの体調変化に気づいて、今からでも病院に見てもらいたいなと感じられた場合が非常に多いという意見をいただきましたので、夕方6時までに受付を済ませていただければ診療を受けていただくことが可能です。働くお母さん方に大変好評だと聞いています。もう一つ、小児科の特殊外来を開設をしました。そのきっかけは熊本地震です。熊本地震後、国道57号線それから豊肥本線が不通になっています。これまで、熊本市内の専門の医療機関を受診されていた特殊疾患をお持ちのお子さん方、これらのお子さん方が今通院困難になっているという意見をご両親から多くいただきました。そこで熊本大学の、小児科の専門医の先生たちに、当院に来ていただいて、昨年平成28年の9月から
小児科に特殊外来を開設しています。ペースとしてはだいたい月に 1,2 回ぐらいの特殊外来を開設していますので、詳しい内容は当院のホームページをご覧になってください。通院できなくなったご家庭から、当院で診療が継続できるようになってほっとしたという意見をいただいて大変喜ばれています。まあ、これからもですね、住民の方々からいただいた貴重な意見を、どんどん、取り入れて、より良い阿蘇医療センターを作り上げていきたいと考えていますので、どうか遠慮なく病院へ、要望をお寄せください。はい。今回の阿蘇医療センターだよりは、病児・病後児保育と小児科の外来について会員長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。